ケンチャんさん、敏感者いただきました。クリスさん、本放送で言っていた大怪我明けのクレイのプレーはコービーと同じ怪我前には戻らないですか？うん、そうですね。まあ、前十字に加えてアキレス腱っていうところで、うんまあ、選手生命を断たれるような怪我じゃなくなったのは、現代の医療という意味ではすごく明るいことですし。じゃクレイもね。ドライブのこう威力とかも、えー、ありますからね。 うーんできることできないことっていうのはやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。昔ほど例えばポストアップからのターンラウンドのこうフェイダーウェイの跳躍力が大きいかと言われればそうじゃないですしディフェンスのこう平行方向への移動っていうのは、うん、昔ほどじゃないのは事実なのかなというふうに思います。あとは怪我だけじゃなくて、まあ、当然ねこう 年を重ねていくっていうこともやっぱりあるので、うん、常々僕は結構クレイ・トンプソンはなんていうんですかね見過ごされがちなこう運動能力の高い選手だなって思っていたのでその、ね、運動能力が5%だけでも下がっちゃうと結構そのディフェンスのスライドステップ、まあ、1本目がすごい重要なのでその爆発力は結構下がっちゃうのかなっていうふうには思います。